戦ってやる。2月14日の調整で効果時間が10カウントから 11.6 カウントになったバナーの紹介。プロ勢力の 2.5 プス武力9知力6は槍兵のたまたま先よ、鉄砲の斎藤アサシンと強力な枠。バナーは海洋勢力ではあるけど、士気の軽さから小出ししたり最終局面で輝く性能。性能は士気3でブロックプラス2、弓射程少将。高コストの持つ計略としては地味やけど、中盤で計略を1つ多く打てる長所が出た試合を3つ選んだの。目が見えぬ。くそ、こんな、どけ、死ね、どけ、逃げるが勝ちってね。どけ、切られる時が来たか。流派発動、一の型、うなれ、うなれ、悪運だけは強いんだな。報復の時、うなれ、どけ、流派発動、一の型、うなれ、どけ、うなれ、遥か先を打ち抜け、どけ、どけ、どけ、皆待たせたな、今こそ反撃の時だ。うなれ、天気解放、明々たる戦の先には再生が待っておるぞ。俺が許可する不穏分子を排除せよ。戦機解放、死んでくれ、遥か先を撃ち抜け、主に侍、敵を斬る。バチモノめ、死ね。うなれ！バカな、なぜ私？流派発動！
見ろ肩。逃げるが勝ちってに。どけ。死ね。どけ。くそ。こんなバカに。目が見えぬ。どけ。サルの声かけろ。切られる時が来たか。どけ。喧嘩の基本は拳。流派発動。三の肩。危ね。魔君だけは強いんだな。敵だ。報復の時。やれやれ、しょうがねえな。どけ。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。攻を止める狙いで撃ちつつ射程を確認。このように終盤で一つ多く計略が打てるのが直参計略を熟に仕込むことの強み。バカな、なぜ私が。今回は3試合やるよ。ここ意識しておきたい箇所。お相手の戦機装備が弾投げを想定した竹中半兵衛やったから、フロイトほど指導太陽と月の双剣カジノ壁の可能性がないと覚えておくよ。逃げるが勝ちってね。貴様、名を名乗る。死ね。バカな、なぜ私が。陣中で死ぬこそ武士の本望。どけ。うらよ。暗いな。撃撃。暗いな。うらよ。バチモノめ。どけ。死ね。切られる時が来たか。突撃。くっそ。どけ。悪運だけは強いんだな。突撃。砂塵の声かけろ。報復の時、頃合いだな。どけ。どけ。どけ。最下の自由は俺が守る。暗いな。ドケルハ発動。一の肩。うわよ。
主に侍敵を斬る。どけ暗いな。どけ逃げるが勝ちってね。突撃どけ死ね。陣中で死ぬこそ武士の本望。くらいな。切られる時が来たか。流派発動。三の方どけ。突撃流派発動。身の肩どけ。くそ、こんな雑魚にだけは強い。突撃危ね。死んでくれ。暗いな。報復の時。流派発動。一の方最下の自由は俺が守る。暗いな。やれやれ、しょうがねえな。主に侍、敵を斬る。暗いな。解放。戦の先には再生が待っておるぞ。突撃戦機解放。雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。毘沙門天の化身となりて敵を打ち払う。死ね。どけ。遥か先を撃ち抜け。うわよ。暗いな。化け物め。逃げるが勝ちってね。どけ。バカな、なぜ私が。我を退け。どけ。陣中で死ぬこそ武士の本望。どけ。どけ。どけ。俺の戦いも終わりか。死ね。
砂人の声勝てろ。悪運だけは強いんだ。バランが素晴らしい活躍してくれたね。今回はもう一試合やるよ。拙者の剣を見切るとは。頃合いだな。報復の時。戦況に応じて形を変える、それが戦よ。流派発動。一の方どれや。おらよ。もっと鋭く撃つよ。どけ。主に侍、敵を斬る。死ね。逃げるが勝ちってね。死ね。どけ。流派発動。二の方。どけ！どけ！悪魔め。死ね！くそ！こんな馬鹿に。拙者の剣を見切るとは。どけ！死ね！無理。どけ。悪運だけは強いんだね。負けた。頃合いだな。戦況に応じて形を変える、それが戦よ。流派発動。身の方知れ。天気解放。
先には再生が待っておるぞ。主に逆らい敵を斬る。しれどけどけ。無理。悪魔めどけ。拙者の剣を見切るとは。一の方うわよ。人斬り元素マイルス。死ね。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。撃つよ。負けたよ。うわよ。死ね。うわよ。死ね。どけ。撃つよ。くそ。うわよ。遥か先を撃ち抜け。どけよ。どけ。撃つよ。どけ。拙者の剣を見切るとは。戦況に応じて形を変える。それが戦よ。撃つよ。逃げるな勝ちってみ。コロワイだな。ご視聴ありがとうございました。